いやでももう最後だ。最後ですね。最後早いな。早いな。なんかバタバタすぎちゃったけど、普段って何してる人？普段そうか話しなかったですよね。確かにインスタだけフォローしてめっちゃ綺麗な2人の写真が見てたんですけど。普段は私はあの一応女優をやってかっこいいんですけど、はい、芸能関係で。じゃあ普段はその女優さんの仕事っていうと。なんか演技したりとか。そうですね、なんか映像関係の方をメインにやってます。テレビの方でやってます。見たい。別人な感じが見えるのかな。去年初めてでもあのグラビアをちょっとチャレンジして、なんかミスとスポっていうオーディションがあるんですけど、東京スポーツ新聞の、それの一応ファイナリストまで。すごい。それ水着着て、それ水着、初めて水着だったんですよ。結構もうドキドキ。かわいい、かっこいい。そう、ちょっとインスタフォローしてください。インスタにゴルフをグラビアゴルファーっていうので、あのすごい、ロッカールームで、あのゴルフウェアでグラビアポーズをしてる自撮りをめっちゃ上げてるんですよ。すごい。なんか面白いな。これそうそう、それをインスタでこうやって、需要あるな。ヘルシーなセクシーみたいな。そうあんちゃんは？私は松竹芸能に所属してて、で今はまあ主になんていうんだろう、アプリを紹介する、番組 BS とかに出てて、で、まあ、一応ウェイクサーフィン関東2位っていう肩書きとか、すごい。そう、あとまあゴルフももっと頑張っていきたいし、スキューバとかも免許去年また取って、アドバンスっていう資格を持ってる。ヘルシー系ですね。夏ガール。夏ガール。そう、海大好きだし。あ、私も去年初めてサーフィンあのやったんですよ。すごい。あ、海で。海で。やっぱゴルフやる人ってアクティブなんで、ね、動くの大好き。そう、だからそっち系でなんかアクティブ系女子みたいな。なるほど。そうそう、スポーツもやって喋れて、で頑張っていきたいなっていう。すごい。そうそうそう。なるほど。グラビアとかも。グラビアは去年、やっぱり去年一回3月にあの出して。なるほど。え、今もやってる？今はやってなくて、そう、もう一回切り、とりあえず一回切り。じゃあお宝映像になった。お宝探してみてください。はい、インスタもフォローしてください。ぜひ。かっこいい。なんか同じくやってるね、姿とまた違う姿なんだろうなって思うから。そうすごい。ちょっとインスタもといろいろ見てみよう。見てみよう。じゃあ打ちますか。打ちますか。最後ラスト、2人のこともプライベートも知れて、最後気楽にショット打ちましょう。そうですね、気持ちよく最後パーとして終わりましょう。打ちましょう。ってことは今日私は女優さんとなんかタレントさんと回ってるっていう、結局贅沢なラウンドだった。いやすごい。え、迷ってきた。え、ドライバー、これはもう最後だから狙うしかないなって思います。すごい。え、じゃあドライバー縛りでいく。ドライバー縛り。すごい。いや、安全牌狙ってただけっていう。ゴルフは謙虚さだって言うからね。謙虚に、謙虚に。いや、でもかっこいい。かっこいい。かっこいい。え、あきちゃんもドライバーですか？うん。え、ねえ、もううんとかって言って、かっこいいとか言いながらかっこいいとかしてるじゃん。でもね、私はね、手堅く安全牌に打とうとしてる。え、待って、どこ狙う場合だろう。私、鉄塔左かなってなんとなく思って。ああ、じゃああの辺、ノーカート、この辺だったらオーバーすることもないし、ギリ池のリスクは減るのかなって思って、よし、最後なんで気持ちよく振ります。気持ちよく。あ、やばい、やっぱやばい。あ、凍ってる。え、パリンって思いましたね。手前当たって水しぶき、あ、微妙に今輪っかで。ふわふわ。手堅く。手堅く。そういうこともある。なんか。すがすがしいですよね。ね、すがす。フェアウェイとかの問題じゃなかったもはや。でも珍しいよね。今日そういう名もなかったもんね、ドライバー。珍しい、確かに。
ょう。いい、大丈夫かな。あ、危ないよ。あ、でも抜けたっぽいですよね。抜けたっぽい、うん、うん、抜けた。抜けたっぽいね。危ないでしょ。絶対、チャポンかと。どっちを狙ったらいいんでしょう。こっちはザバンカだから。あ、木と木の間。すごい。すごいね。バッティ高めで。おお、天ぷらちょっと。あの茶色い木の横の緑の木のぐらいです。すごい。すごい。あ、でも逆にいい。え、めっちゃいいんだけど。うん、止まれ。入ったかな。どうだろうね。あれ、行ったらかっこよかったですね。さすがにあの間はかなりのチャレンジャーですよ、ね、あれは、ね、はい、相当なチャレンジャーですよ。力みました。7番でいきます。ナイスナイスアウト。うん、めっちゃうまい。いいですか。ナイス。ピッチングで軽く打ちます。そう。この道狙いでアプローチ打ちます。いいね、いい当たりだったね。いい当たり、いい花見か。よし、花道ちゃんとバンカー避けてる。え、バンカーだけは入れたくないと思って。アプローチで打ちます。危ない危ない。いや、なんかトップしそうだから。確かにパターの方が。パターでいきます。また甘えちゃう。ラストだけど、ざっくり跡いっぱい。え、ざっくり跡がいっぱいある。いやー、もっと強くでよかったね。かな。甘えたのに、どんなか。あー、止まって。うまい。距離ナイス。ナイスした。アプローチ頑張りたいので、アプローチで。はい。ナイス。やる。やった。これ思い。ナイス。ナイス。ナイス。初パー。ナイスパー。ナイスパー。よし。うまい。
ナイスインボタン。ナイス。お疲れ様でーす。楽しかった。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に日が暮れる前にハーフラウンド参りました。スコアは、アイリちゃんが54でした。ハーフ54、はい、そしてアンちゃんが53です。私も54でした。いい勝負です。でもいい勝負できたから。そうですね、ある意味練習になったし、はいはいはい、すごい私は勉強になりました。いや、私も勉強になりました。本当に勉強になりました。スクランブルやって仲良くなって、また今度自分の力でやるっていうのはすごい良かったなって思う。そうですね。どうでしたか今日？いや、なんか最初はもう緊張しすぎて、もう手めっちゃ震えてて、まさかの本当に不甲斐ない姿をお見せしてしまったんですけど、めっちゃ楽しかったです。はい、緊張するに見えなかった。あ、本当ですか？全然見えなかった。とか言って、生って。でも、そう、愛理ちゃん京都出身らしくて。あ、そうなんです。そういえば今日京都弁聞いてた。確かに聞いてない。緊張してた。うん、もっと、もっとね、いろんな目が来た。よかったです。ぜひぜひまた出たいです。楽しかったです。ありがとうございます。もっと上手くなるんでお願いします。あんちゃんどうでしたか？あ、私もすごい緊張したんですけど、でも初対面で初ラウンドっていう機会を与えてくれてすごい感謝してるし、あの本当楽しかったです。それが一番です。悔しいんで、また悔しい、悔しい、悔しい、リベンジしたい。みんな悔しい、悔しい、本当に悔しかった。でもこうやって知り合えて、なんかゴルフの女友達が増えてるのがいいなって思って、はい、参加してください。よろしくお願いします。というわけで、初のゴルフ上達へのラウンドご参加いただいてありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画が面白いと思っていただいた方は高評価といいね、チャンネル登録よろしくお願いします。